本の使い方1万冊を血肉にした方法を読んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます、えー、著者は出口春明さんですって内容を紹介しますと 本を生かせる人の習慣、優しく深く解説します。完璧ベンチャー、国希学長にして、時代の読書家が本を読むことの楽しさ、本の選び方、読み方、付き合い方、本を生かせる人の習慣を解説しますと。で、本を読むになんですけど、出口さんの本ということで読んでいました。で、本の読み方、扱い方についてなんですけど、あの、これはですね、出口さんの本を何冊か読んだことがある人だったらもうえ分かってると思うんですけど、まあ、特別な、ね、方法みたいなのはないよっていうことをですね、えー、あのトーターツというものをね、くぐり抜けてきた古典ですよね。古典をじっくり読んでいけっていうのが、まあ、この本で、 言いたいことなんじゃないかなと思いましたはい。で考える力を養うにはという話なんですけどそれは出口さんはですね 考える力は料理方法とと同じだと解釈していますと料理をするとき最初はレシピ通りに作ります作った後に食べてみて塩辛いなと思ったら塩や醤油を減らしたりして味を調整します料理のレシピに相当するのが発想のパターンや考える方です発想のパターンや思考の型を学ばなければ考える力を高めることができません考える力はゼロから生まれるものではありません料理と同じで考える力の最初のレシピや先人の考える方発想のパターンを真似ることです先人の考える方や発想のパターンを知る一つの方法が読書です特にこ ということなんで、すねでこれ、本を読む時に時にというか、本を読むことはですね、その知識とかを得るっていうことなんじゃないんですよね。まあその、もちろん知識を得る読書っていうのもあるんですけど、大切なことっていうのは、先人の考える方とか発想のパターンを知っていくっていうのが大事なんですよね。まあ、今だったらですね、その知識っていうものは、ネットを使ったらすぐ、えー、得ることができますよね。Google さんを使ったら、えーまあ、5秒ぐらいでね、早ければ5秒で、遅くともですね、3分ぐらいあったら大体の知識っていうのは得ることができるんですよね。まあ、でも、えー 欲しいものってその知識じゃないですよね。もう誰もが Google 使って調べられる時代だから、知識の、知識を持っている価値っていうのはどんどんね、減っていってるんですよね。じゃあ、今の時代何がいるかっていうと、それはやっぱり考える力なんですよね。じゃあ、その考える力を得るためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりね、本、そして特に古典を読んでいくっていうのがいいですよね。まあ、だからこれっていうのは、まあ、この僕の動画、えー、とかもそうなんですけど、結局、その、 解説動画とか、えー、まとめた動画とか見たってそれ得るのって知識だけなんですよ、えー、必要なのは、えー、大切なのは考える方とかそっちなんでやっぱりね本を読まなければ得られないものっていうのはたくさんあるんですよということですねはいで、えー、大学生の読書量が少ないのは企業と大学に原因があるよということも書かれておりましてなん、えー、でかっていうと まあ企業側ですね、あのーまあ、学生の就職に対してですね、勉強しようというね、インセンティブっていうのを働かせてないですよね、っていうのが一つ。あと、もう一つはですね、大学側は学生に本を読ませる仕組みを作っていないということで、まあ、これはその通りだなという感じですね。で、まあ、この、まあ、ちょっと時代の違いかなと思うんですけど、あのー、これ、立花明さんの本だったと思うんですけど、立花明さんの時代ですよね、ちょっと。 橘さんんが何歳歳ぐぐららいいいかかかちょっっとよく分かってななですけど50歳ぐらいかなだとしたら、まあ、当時はですねその読むべき本っていうのが限られていたって言ってたんですよあ書いてたんですよね本で,で今はもう本っていうのがもうめちゃめちゃ出てて何を読んでいいのか分かんないっていう状態だから、まあ、そういう理由もあって学生っていうのはね本を読んでないんじゃないかなと思うんですねで実際僕もそうで一体何を読んでいいか分かんなかったって感じなんですよね大学生の時は、まあ、だからその がえー、大学側っていうのはやっぱりこう作った方がいいですよねその仕組みっていうものねっていうねちょっと僕の感想を言っていました。はい。 で、えー、学生の青互いの弊害ということもね、この本に書かれておりまして、えー、僕は、出口さんは、大学は明日の産業の母体だと考えています。大学こそが自分の頭で考える能力を最後に身につける場所なのです。えー、採用活動は卒業後でも十分に間に合います。それなのに、企業は青互いをして学生の勉強を妨げています。青互いがあると学生は勉強に専念できません。また、青互いは次のような学生を大量,大量生産します。大学1年目は受験勉強を終えた開放感から遊びます。2年目に就職活動の準備を始め、えー、3年目に入ると本格的に就職か、就職、 就活に取り組みます。4年目には就職先あけまに残りの学生生活を遊んで過ごすわけです。日本の大学生は一体いつ勉強するのでしょうか。もうこれはまあ本当にその通りですよね。まあ僕もそんな感じだったから、まあ本当ダメだったなと思うんですけど、やっぱりその就活のそういうものを変えていかないと、まあ勉強しないですよね。その大学っていうのが就職予備校化されてるっていうのは、まあ本当にその通りだなという感じで、その… なんとも言えない悲しさっていうのがありますよねだからこれちょっとまた話がずれちゃうんですけど、えー、大学の無償化っていうのがね流れが来てますよね大学の無償化っていうの流れが来ててこの就職予備校化された状況にあるこの日本の大学の現状においてですね大学無償化してそこまで意味あるのかっていうのがやっぱ疑問ですよねその欧米圏とかであればそのめちゃめちゃ宿題とか出すからまあそのガンガン留年とかもさせるからもう勉強せざるを、えー、えない状況を作り出してるからそういうところで えっと大学無償化するるのは意味があると思うんですよでもこの日本の大学の状況において、えー、無償化をしてね一体何の意味があるんだろうなっていうのは、まあ、納税者としてちょっと考えるところですよね。はい で,で、えー、そう僕でえそぼくは出口様。極論すれば、アオトガイをしている企業の人事担当者は、全員公金横領罪で逮捕されてもおかしくないと思っていますて。これ面白いですね。<laughs> で、えー、大学に2兆, 2, 兆2兆円もの税金が使われているのは、日本の明日を担う学生に必死に勉強してもらい、すべての物事をゼロクリアして、自分の頭で考える力を鍛えて、豊かな日本を築いてほしいと納税者が願っているからに他になりません。それなのに、アオトガイという慣習がすべてを保護していますと、えー。大学時代は自分の好きなことを徹底的に勉強する、卒業したら、欧米のようにじっくり1年ぐらいかけて世界を放浪したり、 NPO に参加したりいろいろな経験を積んでから企業に入っても決して遅くはありませんってまあねもう本当にその通りだなとしか言いようがないですよねはいあとですね教育と教養の違いっていうことも書かれておりましてちょっと皆さんその何だと思います教育と教養の違いは何でしょうっていうのをちょっとね、えー、動画をちょっとピッて止めて、えー、112分考えてもらいたいんですけどはいはいじゃあ、えー、動画を止めてもらったということをね、えー、思って、えー「教育はですね生き,ていくための生きていくために必要な最低限の武器を与えること」 教養とは教養。より良い生活を送るために思考の材料となる情報を広くかつある程度まで深く身につけることと書いておりましたね。まあその日本のその本とかを読んでいたらですね、まあ教養って何ですかというか聞いたらリベラルアーツだよとかまあそんなこと言われたりするんですけど、出口さんなりの解釈はこういうことですね。より良い生活を送るために思考の材料となる情報を広く、情報を広くかつある程度まで深く身につけることということでしたね。でその教養とはっていうことなんですけど、 それはね、出、あ、口、のー、さんが話すと、えー、何冊ぐらい本を読んだら教養を身につけられますかみたいな質問が来るらしいんですけど、えー、読んだ本の数ではないと、えー、言葉を変えれば人間の精神の在り方でありその教養はね教養は人間の精神の在り方でありその人の人生に対するスタンスだと考えていますでココ、えー、シャネルの言葉が出口、えー、さんは好きらしくて、えー、私のように年老いた教育を受けてない孤児院ネとらった無学な女でもまだ一日に一つくらい花の名前を新しく覚えることができるとで教養とは、えー、彼女のようにコココシャネルのように一つでも多くのことを知りたいという精神 あり方のこととでははないいかと僕は考えています、えー、一つでも多くのことを知りたいという気持ちを持ち続けている限り何冊と数えなくても教養は永遠に積み上がっていきますということでね。はあこれいい言葉ですね。はい であと、毒がある本をね読もうとも書かれておりました。えー、優れた本は、えー、毒後に毒を飲んだような強い印象を残します。ああ、面白かった、と、すっきりして終わるのではなく、何かが頭の中に引っかかりますと、まあ、そういう本をね読んでいけと。で出口さん的には、ですね毒が回らない本は僕にとって読むだけ時間の無駄ですということで、まあその辺のね最近の、えー、ビジネス本とか読む価値ねえよということですね。はい であと、えー、分厚い本からね読む,とこ読むということも言っておられて、な、え、ん、ー、でかというと、その分厚い本には読む、ず、えー、れが少ないからですね、なんでかというと、まず分厚い本を書くにはですね、著者の力量がありますよね。あと、出版するにあたって、えー、分厚い本というのはめちゃめちゃ金がかかるので、えー、分厚い本っていうのを普通の人に書かせないんですよね。力量がある人にしか出版社は書かせないから、まあ、やっぱりね、ずれが少ないという意味で、分厚い本から読んだ方がいいということが書かれていたんですが、まあ、普通の人はですね、出、え、口、ー、さんみたいにあの子供の頃から当たり前のように本を読んできた人間は、まあ、読める 思うんですよ読めると思うんだけどまあそんなことをやってない、えー、全然本読ん,で読んでこなかった人がですねいきなり分厚い本読んだら、えー、もうすぐ挫折すると思うのでまあ、薄い本ですね薄い本古典から読むのがねいいということが書かれておりましたはいで古典を読むべき理由っていうのは、えー、超一流のプロ,プロの思考のプロセスを追体験できれば思考力を鍛えられる、えー、結論だけ知りたければウィキ,キペディアで十分思考過程を追体験するために難しい本を読むとそうする以外に思考力は鍛えられないこれその冒頭に言った、えー、これですねどこだったかな 思考の方ですね発想のパターンや考える方っていうのを、えー、プロからね学んでいきましょうということですね。はいで、えーまあ、こんな感じですね。本の読み方っていうのも、まあ、特に、えーあのまあ、特別なところはないんですけど、まあ、出口さんはですねメモとかもね、えー でメモ取らないし線も引かないし付箋も貼らないらしいんですよ。まあでもこれはあのー、普通の人は多分できないからメモとかしていきましょうと僕は思います。で歴史書はですね同時代扱った本を複数冊読んで、あのーまあ、多面的にストーリーというものを見ていきましょうっていうのがねいい,いいということです。でうんまあそんなところかな、うん、そんなところです。でこの本はですね出口さんの,あのおすすめ本が紹介されていたので、あのーね、紹介本がねどんなものか気になるなという方は是非この本を読んでみてください。はいじゃあ今回これで終わります。